拝殿正面、大浦参り王子神社は、徳島県徳島市八幡町にある神社である。高寺山の徳島県文化の森総合公園内に、鎮座する。昔は、王神さん、今は、猫神さんの愛称で親しまれている。祭神である、アマテラス大神の、第三王子、天神日死の命は、太古より当地の猫神として奉祭され、シャデウラは、命の御霊と伝承されている。 神社名の王子は、アマテラス大臣の御子に由来する尊称と伝えられる。学業成就、商売繁盛をはじめとする開運の神様として知られており、八須加護の家老である、長谷川武行家において、代々崇敬されたと言われている。境内の石碑、王子神社縁起には、アマテラス大臣の第一王子、アメノオシホミミの命を祭る一王子ホコラが八万兆福、万谷に、 第二王子、天根の悟り日のお命を祀る、五賢神社が、小松島市に、第三王子、天津日死ね命が、当社に、第四巫子、勝津日死ね命を祀る四王子神社が八万町、長瀬に、第五王子、熊の楠日命を祀る熊の神社が竹六町にあると、記されている。また八万村市には、第二王子は八万町、柿谷の二王子祠に祀られ、 一王子から四王子までが八万村にあったとされる。山陸の反対側には、浅宮神社と、つくよみ命が、南側には、天皇神社も鎮座する。また、社殿裏には、命の御霊が存在する。昔、長郡鴨村の庄夜の娘、お松は身に、覚えのない罪で捕らえられ、処刑されることになった。お松は、自分に罪を被せた人に報復するようにと愛病の、 お玉に言い聞かせなくなった。お玉は、お松に罪を被せた人々をたたったため、長谷川奉行がこれを沈めるべくお松とお玉の霊を祀った。これが、いつしか、新願成就の猫神さんとして捉えられるようになった。ありがとうございます。